目黒蓮、スノーマン、ちむどん脚本家のトリリオンゲームが好評？ SNS での反省会もなし。スノーマンの目黒蓮、26が主演を務めるドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系。同作は、ビッグコミックスペリオールで連載中の同名漫画が原作で、この原作漫画は、漫画大賞2022にもノミネートした人気作品。ストーリーは目黒演じる、世界一のわがまま男、野春と、佐野優と扮する、気弱なパソコンオタク、野岳という正反対の二人が、ゼロから起業し、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル稼いで、成り上がりを目指すというものだ。昨年大ブレイクし、圧倒的な人気を誇る目黒が主演を務めるということで話題を集める本作だが、実はもう一つ、注目すべき、点が。本作の脚本を務めるのはベテランの羽原大輔氏、58、だが、羽原氏といえば連続テレビ小説、ちむどんどんの脚本も務めていたのだが、